お年寄りとかはなんか豆腐買うのがあるじゃない、こうなんか一緒あのなんかこうリヤカーで豆腐売ってるあんちゃんいるじゃない、いますね豆腐の、はいはいはい、なんでこれ豆腐がこれ売れるのかなと思ったら、結局、まあ、豆腐買うよりも豆腐を持っていく、まあ、おじいちゃんおばあちゃんとこう会話をする、コミュニケーション取って、だからおじいちゃんおばあちゃんはもう豆腐なんかスーパーで売ってるんだけど、そのあんちゃんと話をするっていう、その豆腐を売ってるっていうのもそのね、こう話を売ってる、はあおもろ、うん、まあ年取ったらほらあんまりねこう話していいね、話すことがまあなくなる、はいはいはい、だそういうので言うと豆腐のない豆腐屋みたいな、そんな感じ、落語の話みたいな、あでもそうっすね、うん。